は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。スイーツですね、やっていきましょう。今回の注目はですね、まずはセブンイレブンプラノメロンの、ね、スイーツがいろいろ登場しています。でちなみにメロンパンは今日発売なんですが、残りのチルドスイーツ2つですね、モコとロールケーキ、これはおととい日曜日発売分です。一緒にやっていきたいと思います。そして一方でね、ファミリーマートではハワイですよ。ハワイにね関係する商品がいろいろ登場しています。ただですね、このマルサダは全国展開なんですが、あとはローソンのほぼクリームの新作とか、あとねカヌレとかね、食感が気になる系もね出てますね。全編は全部で8品、じっくりチェックしていきましょう。はい、ではまずセブンイレブンからいきましょう。プラノメロンモコメロンゼリー入りクリーム、はい、中から出すとこんな感じです。綺麗なねメロン色のこのモコの独特の生地ですね。全体がもっちりした感触なんですが、上側がねちょっと乾いた感じ、下側がしっとりしてます。すでにねメロンのいい香りがしてますよ。はい、で断面こんな感じです。中にはメロンクリームなんですが、このクリームの中にねメロンゼリーが入ってるそうです。めちゃくちゃ爽やか。香りと、あとやっぱね、ゼリーのせいか、すごいね、清涼感があって、爽やかな印象がありますね。ただ、それと同時に甘さとかクリーミーさとか、しっかりね、デザート感もありますよ。で、いつもの通り、このちょっともちっとした、独特のモコのね、生地との相性もいいです。美味しい。ゼリーの感触が、なんかプチプチくるのかなと思ったんですけど、それはなかったですね。ただね、とにかく清涼感があるんですよ。すごいね、クリームコクがあるんだけど、全然なんかくどくない。この暑い季節でもね、いくらでも食べられるような、すっきりした感じがあるんですよね。メロンの香りが強いんだけど、このモコのね、生地自体の風味もすごい強いんですよ。そんななんか両方香ってくる感じ。ただね、全然喧嘩はしてないです。このモコの独特のもっちりした生地に清涼感のあるねメロンの香りの強いクリームがすごく合ってると思います。ぜひ試してみてください。うん、はい、こちらもセブンイレブンです。プラノメロンロール、はい、中から出すとこんな感じです。セブンイレブンのねもうあの独特なふわふわのロールケーキですね。それのフラノメロンバージョン、中にねメロンホイップとメロンソースが入ってるそうなんですが、この色の濃い部分がソースかな。あ、やっぱりさっきのね色が濃い部分がソースですね。あのね見た目以上にしっかりソース入ってる。メロンホイップは結構緩め、口の中にね、もう液体になりますよ。ホイップ自体のね、メロンの風味はそんなに強くないですね。食感も緩いし、結構ミルキーなホイップですね。ただ、メロンソースがね、濃い。そこからね、しっかりメロン味がきますね。ホイップが多めで、そこが軽いのと、生地もふわふわだから、結構全体軽くて食べやすいですよ。ホイップがすごいスッキリしてるのがね、夏らしくていいですね。でも、メロンソースでしっかりメロンの風味が来るから、メロン味が物足りないっていうこともないです。甘さはさっきのモコの方が強かったかな。こっちはそこまで甘さ感じないです。それでもやっぱりしっかりコクを感じてデザート感があるのがいいですね。気になる方はぜひ試してみてください。はい、セブンイレブンフラノメロンもう一ついきましょう。フラノメロンのクリームメロンパン。はい、中から出すとこんな感じです。クッキー生地部分がねもうかなりゴツゴツですね。今の段階ではね特にメロンの香りはね来てないですね。はい、で断面はこんな感じです。中にねメロン色のクリームとホイップが入ってると思うんですが、このねメロン色のクリームがフラノメロンのソースを入れたカスタードクリームだそうです。うん、めちゃくちゃ美味しいんだけど、メロンが薄いな。このメロンパン生地の風味と中のねカスタードが強い。周りにほんのりメロン風味がある感じ。せっかくこのフラノメロンシリーズなんでね、メロンが弱いっていうのはどうかなっていう、ちょっとそこがもやっとする。
メロンパンとしてはめちゃくちゃ美味しい。全体が結構ね、ふんわり弾力があって、特にこのクッキー生地がザクザクしてる感じはないけど、ただそこもあんまり気にならないぐらい結構ね、弾力が気持ちいい。そこからこのクッキー生地の甘いいい香りと、あの生地そのものの小麦の香りが来るんですよね。で、内側からホイップのミルキーなコクとカスタードが来ます。で、そうね、奥の方っていうか周りというか、そこにふわっとメロンがいる。メロンをメーターに食べるとね、あ、ちょっとメロンが随分遠いなーっていう風に感じるかもしれないですね。ちょっとこの端っこの香ばしそうなとこ、よりクッキー生地の風味が強くきて、ちょっとこの耳っぽい辛さもあっていいですね。まあ、セブンイレブンらしいといえばセブンイレブンらしい。生地自体がとても美味しい。フレーバー感が薄い。今週セブンイレブンは、ね、瀬戸内レモンのメロンパンも出すんですよ。すごい、あの基本の土台の部分がすごく美味しいっていうだけで、中にセブンらしいなというふうに思いました。ちょっとメロン薄いけど、メロンパン自体はとても美味しいです。気になる方はぜひ試してみてください。ローソン行きましょう。ほぼクリーム、ほぼほぼクリームのシューカフェオレ。はい、中から出すとこんな感じです。いつものね、しっとりそしてポヨンとした独特の生地ですが、これもすでにね、カフェオレの風味がしてますね。この上にかかってるパウダーかな、ちょっと結構コーヒーパウダーっぽいのがかかってます。で、断面はこんな感じ。中にはカフェオレクリーム、そしてね、今これ見えてないんですが、中にね、コーヒーチップが入ってるそうですよ。もう相変わらずクリームたっぷり。ちょっとほろ苦のね、カフェオレクリーム、このカフェオレ味がね、めちゃくちゃいいですね。美味しい。びっくりするぐらい美味しい。このクリームそのものが製品になってもおかしくないぐらいの美味しさ。ほろ苦さもあるんだけど、甘さもしっかりあって、ミルキーさもあって、コクもあります。すごい濃厚ミルキーになって、でもなんかね、しっかりホイップ感もあるんですよね。で、今こう一口かじっただけでこう飛び出てくるんだけど、もうめちゃくちゃギュッとね、詰まってる感じがあります。それがね、口の中で膨らむんですよ。膨らんで空気感があるのに、薄さもなくて濃厚で、コーヒー感、ミルク感、あとほろ苦さ、甘さ、コク、もうね、美味しさと風味が全部詰まってる感じ。でもこういう中でクリーミーさの中にもしっかりコーヒーがいるんですよ。それはこのコーヒーチップの影響なのかもしれない。これコーヒー好きがすごい好きなデザートだと思う。ほぼクリームってこの生地も独特でね、あのちょっとモコに似てるんですけど、モコって上側がちょっとカサカサしてて、下側がしっとりしてるんですけどね、ほぼクリームの生地は全体がしっとりしてて、モコよりもよりもっちりしてて、で薄皮でね、ほんとこれも独特なんだけど、今もうそんなことよりもクリームの印象しか残らないぐらいクリームが美味しい。いや、ほぼクリーム自体私すごい好きなんだけど、コーヒー味のデザートもすごい好きだから、これすっごい期待してたんだけど、もうね、期待以上でした。中のクリームがね、特に美味しい。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ではですね、ローソンあともう一つ残ってるんですけど、冷蔵品先にやりたいので、一旦飛ばしてファミリーマートに行きます。生カヌレケーキ。はい、中から出すとこんな感じです。リング状のね、カヌレ生地の中にホイップクリームが埋まってますね。はい、で断面こんな感じです。今ね、これ切ったらもうね、表面ゴリゴリでしたよ。でも中はね、トロンと柔らかいっぽいんですよね。で、見てください、このホイップクリーム、バニラビーンズがたっぷり入ってます。これ前も出ましたよね、だいぶ忘れちゃったけど、美味しかったような気がする。外カリ、中トロ、食感めちゃくちゃいいですね。やっぱり中央のホイップクリームがバニラ感があって、すごいミルキーでトロンとしてます。すごい組み合わせがいい。美味しい。表面がすごい、あのおこげ感があります。いい意味のおこげ感、もうカリカリゴリゴリ。その内側のね、トローンとした感じもね、この対比もいいですね。で、風味はカヌレらしく、ちょっとラムっぽい風味と、この生地のちょっと卵っぽい風味、それがしっかりに口の中に広がりますね。プラスちょっと外側の香ばしさ、なんかそこにね、この中央のホイップクリームのバニラの香りの効いたミルキーなね、ホイップクリームがすごくね、合ってます。でもこれ、前もあって、前もこんなだったような気がする。何が変わったのかよくわかんないけど、カヌレはこのカリッと感がないとって方もね、十分満足できる食感だと思います。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ではこのままファミリーマート行きましょう。マラサダマカダミアホイップ。はい、中から出すとこ
んな感じです。触った感じがね、超しっとりですね。で、上に粉糖がね、たっぷりかかってます。美味しそう。はい、で、断面はこんな感じです。中にはマカダミアホイップですね。切った感触はやっぱりしっとりとしていて、もういかにも生ドーナツのような気持ちのいい感触でした。はい、ファミリーマートのね、ハワイの美味しさ大集合シリーズですね。他にはね、スパム結び、照り焼きマヨネーズとツナマヨ、これ何がハワイなの、スパム自体がハワイなの。あとやっぱもうハワイとくればね、これ絶対出てきますが、ロコモコ、そしてスパムバーガー、やっぱスパムがハワイなんだね。あ、でね、ファミチキもね、ハワイですよ。もちこチキン、中にポテトチップスも出てる。あ、そうそうそう、カルビーのね、ポテトチップスからスパム味が出てます。これもね、ハワイの美味しさ大集合シリーズに入ってました。あとはなんかコーヒーが出てますね。ブラックコーヒー、ハワイアンパラダイスだ。なんかハワイにちなんだコーヒーなんでしょうね。まあ、という感じで、いろんなハワイにちなんだ商品が出てます。そのうちのこちらがマラサダですね。マカダミアホイップ、クリームが超マカダミア、めちゃくちゃナッツ感がある。おいしい。マラサダといえば、大体この生地のね、しっとりさとか、ちょっときめの細かい感じとか、この感触が結構独特ですけどね。それよりもクリームが強い。まずね、クリーム自体の食感がめちゃくちゃね、密度が濃いめ。そこから強烈なマカダミアナッツの香りがします。もうどんだけナッツ練り込んでるのっていうぐらいの強いナッツの香りのするクリーム、それがめちゃくちゃおいしい。おいしいし、なんか珍しいから余計なんか印象に残りますね。これはマラサダに限らず、他にもなんかこういうちょっとナッツの風味がするクリーム、いろいろ使ってほしいぐらい。ピーナッツクリームのパンは結構あるじゃないですか。あれの、マカダミアナッツバージョンみたいな味。で、何度も言いますが、生地がちょっとしっとりで、そこもすごくね、気持ちがいいです。思った以上にマカダミア強めのクリームでした。でもね、それがすごい美味しかった。気になる方はぜひ試してみてください。はい、引き続きファミリーマートです。はちみつレモンデニッシュ。はい、中から出すとこんな感じです。これが3個入ってるんですけど、デニッシュ生地の中に、はちみつレモンジャムとレモンクリームが入っています。この上にトッピングされてるのもレモンクリームかな？はい、で、断面はこんな感じです。あ、横から見るとね、わかりやすいですね。ジャムとこのクリームと2層に分かれています。超はちみつレモン。蜂蜜の甘さとレモンの酸味がね、どっちも強いですね。結構薄いから、そこがちょっと問題ないかな。組み合わせはいいんだけどね、なんか必要以上にギュッとプレスされた感がある。このクリームとジャムのところにすごい美味しさがギュッと凝縮されてるんだけど、その反面デニッシュがちょっと乾いた感じなんですよ。で、しかも薄いじゃないですか。全体の食感がちょっと物足りない。なんかそもそもデニッシュ感があんまりなくって、薄い固めのパンの上にジャムとクリームを乗せて食べてるっていう、そんな感じですね。で、しかも生地感が結構残る。どうしてもこの生地が乾いた感じと薄さが気になるな。でも味はいいんですよね。だから余計に美味しいって思っちゃう。ジャムとクリームはすごく美味しかったです。気になる方はぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後、さっき飛ばしたローソンに戻りましょう。なめらかホイップロール、はい、中から出すとこんな感じです。クリームがすごいなんかね、しっかりしてそうな見た目なんですよね。硬そうなホイップ。でもね、これ滑らかホイップなんですよね。食べたら滑らかになるのかな。はい、で、断面はこんな感じです。結構ね、やっぱね、ホイップ感強めのホイップでしたが、この生地がね、めちゃくちゃふわもちですよ。この2つの食感の組み合わせも気になります。生地ふわふわ。これぞローソンのホイップですよ。超窒息系。やっぱり見た目の通り、すごい密度高めのホイップですね。滑らかホイップっていうから、なんかもうちょっと柔らかい滑らかさなのかと思ったんだけど、キメがない滑らかさだわ。確かに口の中で滑らかになる。で、やっぱり生地はね、切った時の感触と同じ、ふわもちですね。おいしい。特別なんかそのミルク感とか、味がそんな印象に残るホイップじゃないんですよ。食感っていうか、ちょっともわっとくる密度が強い感じ。それがすごいなんか印象が強い。味はあんまり印象残らないですね。まあもちろんコクはあるし、甘さもミルク感もほんのりはあるんですけど、そんなそれが強いわけじゃない。
しっかり角が立つまでホイップされた固めのホイップかつ空気感少なめの窒息系ホイップ、とにかく食感のインパクトが強い。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、まずはローソンほぼクリーム、クリームが美味しかった、コーヒー感もある、でちゃんとミルク感もあるからカフェオレ味とも美味しい、甘さもあってほろ苦さもあってコクもあって、でもなんかちょっとホイップされたような軽さもあって、さっきも言いましたけどあれをもうアイスにしたりとか、もうクリームだけでもお金が出せる、そんな感じのクリームでしたね。それをあのもちっとしたねほぼクリームのあの薄皮生地でね巻いてあるのがまた美味しかった。コーヒー系のねスイーツが好きな方はぜひ食べてみてください。あとはねこれもやっぱりクリームが特徴的だったっていう意味でマラサダ、あのマカダミアホイップがねびっくりするぐらいね美味しかった。まさにあのピーナッツバターのマカダミアナッツバージョンみたいな、あのピーナッツバターほど硬くはないけど、あれをちょっと食べやすくクリーミーにして、でもあの味の濃厚さだけは残したような、まあ、物珍しさもあるんだと思うんですけど、すごくクリームが、ね、美味しかったですね。でマラサダはもうマラサダらしく、もうほんとねしっとりきめの細かい感じの日持ちのいい生地、そこともねすごく合ってました。まあ、あとはあのセブンのねフラノメロンですよね。3つ食べたんですけど、一番ねメロンも強くてデザート感強かったのはモコかなっていうふうに思います。まあ、ただメロンパンもねちょっとメロンは薄かったけどメロンパンとして美味しかったし、ちょっとね好みは分かれるところかもしれないので、気になるところでぜひ食べてみてください。はい、というわけでまず前編終了いたしました。後編もねまだまだ残ってますね。セブンイレブンは今日あのメロンやりましたけど、すごいねフルーツ三昧なんですよ。さっきも言いましたが瀬戸内レモンのメロンパンも出ますし、あとはねなんかマンゴーのパフェが出ますね。ただこれもね今週中に店頭に並ぶかどうかですよね。先週出てたチョコとバナナ の、 あの蒸しケーキ、それがまちょっと一週遅れで出るようだったらそれも紹介したいと思ってます。でローソンはリニューアルなんですけど、あのふわ恋と麦恋、あのチーズケーキがね出てきますよ。今日もね麦恋は変えたんですけど、どうせだったらふわ恋と一緒にやりたかったんで、これ後編にやりたいと思います。後編もまだまだラインナップ残ってますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。